り恥ずかしいです。こっちにおいでよパンプキン、みんなで楽しくパンプキン。どこに連れて行く気ですか？お前をパンプキンに染め上げてやるのさ。ほら来い。やっぱりこのまま私たち悪夢の夜に飲み込まれて。で、何これ？夜な夜な若い娘を襲う恐ろしい吸血鬼さ。この村の伝統パンプキン祭はみんなで仮装して楽しむんだ。パンプキン。ほう、変わった伝統だね。で、カサンドラ、あんたまだどの衣装にするか悩んでるの？だってどの衣装も肌がいっぱい出るやつで。まあ、なんか村の人の趣味は出てるよね。早く決めないとどんどん衣装がなくなっちゃうよ。ほら、このうさ耳衣装なんかどうだい？神々がバニーガールと呼び尊んでいる神聖な仮装だよ。ウサギは嫌いじゃないですけど、いろんな箇所がギリギリを攻めすぎです。じゃあこのひらひらいっぱいのお姫様みたいのは？リリさんやヘスティア様なら似合うかもしれないけど、私が来たら相当おかしなことに。そういうのアポロン様がギャップ萌えって言ってなかった？よくわかんないけど。ダフネちゃん適当。だって何だっていいし、早く選びなさいよ。白状者。それならせめてこれでいっぱい巻き巻きすれば肌面積少なくできるはず。で、あんた一体何がしたいの？そんなすごいの選んじゃって。思ったより包帯少なくて。これはなんともパンプキン度が高い。いいですよ。美女のキワキワミイラとかもっとよくお見せください。見ないでください。ダフネちゃん、村の人の視線。みんな仮装してるんだし気にしすぎだって。じゃあダフネちゃん、お願い、お洋服交換して。いやよ、恥ずかしい。うちはそんなの着て表歩けないって。やっぱり恥ずかしい服なんだ。あ、しまった。うちには似合わないってだけ。あんたって着痩せするし。そういうピチッとしたの着ると体の線が綺麗に出ていい感じだと思うよ。私にそんな需要ないよ。需要あるからアポロン様にあれだけ付きまとわれたんでしょ。その話は。なんかごめん、うちも思い出したくないことを思い出しちゃった。
お互い神々の言うところの黒歴史は忘れましょう。まあ、とにかく自信持ちなさいってこと。オラリオだったらその姿、神様たちに絶賛されてるからさ。慰めになってるようななってないような、何か羽織れるものはないかな。マント的なものは人気でね。あ、この裸エプロンの仮装はどうだい。これも神々が好む。絶対嫌です。あ、そうだ、村に包帯はありませんか。いっぱい巻けば露出だって。いやー、残念だな。ちょうど怪我人続出で包帯が品切れになっちゃって。絶対嘘ですよね。そのままキワキワのギリギリを攻め続けてくれ。それが万人の幸福のためなんだよ。頼む。私は不幸です。カサンドラ、いい加減諦めなって。無理、何か露出を減らすもの探してくる。その様子じゃ見つからなかった肌を隠せるようなもの。それが行く先行く先でお断りされて、もしかしてこれも夢が示した避けられぬ悲劇だとしたら、害のない夢でよかったじゃない。あんたに上着を着せないようにしてるだけなんて。それはそうかもだけど。キワキワミイラの美女が泣きべそかきながら村中走り回ってたって噂になってた程度だから。あ、すいませんね。そうこうしてる間にお貸しできる衣装がなくなっちまいました。これでめでたく。残念ながらお姉さんはミイラの仮装に決定ってことで。こんな運命嫌い。馬車の荷台になんて隠れて、お祭りの間中ここに引きこもってるつもり？だってだって、こんな姿知り合いにでも見られたら。知り合いなんてあの店員さんたちくらいでしょ。それに似合ってるんだから問題ないわよ。でもタフネちゃん、さっき恥ずかしいって。だからうちが来たらの話よ。あんたは可愛いから大丈夫だって。本当に？うちがおべんちゃらとか言うと思う？ううん、ダフネちゃんはいつも思ったことはっきり言うから。うちはカサンドラとお祭り回りたいんだけどね。せっかくの機会だし仮装してさ、どう？私もダフネちゃんと遊びたい。じゃ外に行きましょう。いいじゃない、引っ込み思案を直すいい訓練になるかもよ。極東じゃ旅の恥はかき捨てなんて言葉もあるみたいだし。やっぱり美人さんね。なんで村の人たちがこんなに。村中を駆け回るキワッキワミイラさんが噂になってて、みんな気になったみたいでね。言ったろ、
あんたの仮装は万人を幸福にするって。最高だ、最高だよあんた。やっぱり無理。ダフネちゃん助けて。書き捨ては無理だったか。